軍人最終階級は、ドイツ国防軍中将。第二次世界大戦中の1944年、ヒトラー暗殺計画に参加して処刑された。プロイセン王国陸軍組、パウル・フォン・ハーゼ博士の息子として、ハノーファーに生まれる。1905年に一年志願兵として、アレクサンダー皇帝第一コノエ敵団兵連隊に入衛し、将校としての教育を受ける。 1907年1月に少尉に任官。第一次世界大戦には、小隊長及び、参謀将校として従軍し、敗戦時には大位であった。バイマル共和国軍に採用され、1920年5月に、第51不評連隊で、中隊長となる。1926年から1931年まで、クマースドルフ演習場所長を務め、 その間、1928年4月に少佐に、昇進した。1933年2月に中佐に昇進。1934年2月に、第五不評連隊第2大隊長。不評連隊共同大隊長を経て、1935年10月に、ランツベルクの第五十不評連隊長に補えされる。1938年4月に少将に昇進。 1938年に第三方兵連隊司令官。第二次世界大戦が勃発すると、第四十六不評師団の編成と指揮を任される。1940年7月に第五十六不評師団長に転じ、同年11月にベルリン防衛司令官に任命された。その一方で、ハーゼは1938年以降、ビルヘルム・カナリス、ハンス・オスター、 エルビン・フォン・ビッツ・レーベン、フランツ・ハルダー、エイリヒ・ヘップナーら、ハン・ヒトラー派のドイツ国防軍将校団に加わり、ハン・ナチス活動に加わっていた。ヒトラー暗殺計画が実行に移された1944年7月20日、ハーゼは、クーデターのためベルリンに、戒厳令を敷いた。しかしヒトラー暗殺に失敗しクーデターも失敗に、終わると、その日のうちにハーゼは逮捕された。 8月8日に、人民法廷による裁判で、死刑判決を受け、その日のうちに、ベルリンプレッツェン税刑務所で、公主刑となった。ハーゼ家の家門祖父は、教会私学教授カールフォン・ハーゼで、1883年に、ザクセン・コーブルク・ゴータケにより、世襲貴族に助されている。曽祖,祖父は、出版社ブライト・コプフ・ウント・ヘルテルを起こした、ゴット・フリート・クリストフ・ヘルテルである。 1921年12月に、元ロシア帝国陸軍参謀大尉、カール・フォン・フンク男爵の娘マルガレーテと結婚した。ありがとうございます。